こんにちは、龍神画家のゆいです。こんにちは、目覚めのカウンセラーの翔一です。はい、今日はですね、皆さんの聞きたいお話、なんとはい、なんと宇宙に100万円を頼んだら100万円がやってきたっていう話をしようかと思います。体験談。体験談。おお、すごいね、うん、でしょやってきたんだ。やってきましたよ、2回くらい。2回もそう、そうね、気になるでしょ。気になる、気になる、うん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 、気になる、それは。はい、っていうのを話していきたいと思うんだけど、うんうん、実はこれってすごくやり方が簡単 で、うん、共通の知り合いでライアー奏者の秋吉真理子さんっていう、ねうん、先生がね、うん、いるんだけど、真理子さんね、に教わったやり方で、本当にてきめんだからぜひぜひみんなにやってもらいたいんだけど、うん、ちょっとね、今日は龍とはまた違う宇宙の話になっちゃう。宇宙にお願い、はい、宇宙にお願いになっちゃうの、うんうん、なのでね、龍が好きな方はね、本当に申し訳ないなとか思いながら、まあでもね、叶える手段は龍さんだけじゃないもんね。そういろんな種類があるからね、うんうん、でそう思ってやっていきたいと思います、うん、で宇宙ってさ、うん、お金が分かんないらしいんだよね。うんうん、多分そうだねなんかお金くださいって言っても、なんかちょっと漠然としちゃうんだって。お金っていうのが分かんないからもうやり方言ってもいいのかな。もう最初に言った方がいい、言った方がいいか、じゃあそう、これぐらい、じゃあやるね、やるね、うん、はい、これぐらいの紙で1000って書いてある、日本にあるお金の中で一番高級そうな1万円札っていうのがあるんだけど、これを100枚くらいくださーいってやる。なるほどね、うん、面白いね、それ初めて聞いたわ。そう、これをね、やる。それ初めて聞いた。そう、そしたら、うん、うん、やってきたよ。やってきたの？やってきました。うんうん、言ってたら。すごいね。そう。ね、あ、2回目は、皆さんも、覚えているかもしれないんですが、去年のコロナの補助金とかが確か100万円ぐらいだったよね。なるほどね。うんうん。こうやってたら、あ、100万円もらえるんだっていうのが来て、あ、ドンピシャだって思ったのが、そう。それやろう。やって。じゃあ1000枚ぐらいって言ったら。1000枚くるんじゃない？ 1000 枚くるってことだよね。うんうん、で、やろうよ、こう、今日今ね。うん、この、ね、これぐらいの紙で、1000って書いてあって、で同じようなお札の中で一番高級そうな1万円札っていうのがあるんだけど、うんうん、とりあえず今日はいくらにしようか、300万とかにしようか、300枚とかにしようかな、300枚くださいにしようか、ね、しようか、しようか、ちょっとみんなも画面の前で、ね、一緒にね、やってね、やってみて、じゃあもう一回やるね、うんうん、しつこいねしつこい、これぐらいの紙の、うんうん、紙で1000って書いてあって、で、同じようなお札の中で一番高級そうな1万円札っていうのを300枚くださーい !300枚くださーい。はい。って言うと、宇宙が、なるほどって思ってくれて。それなら用意できるよって。うん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 。そう。多分さ、なんかこう、軽いのがいいのかなって思うんだけど、バカバカしいでしょ、ちょっと。確かにね。そう。確かに。なんか子供がなんか、おもちゃのお札欲しがってる時ぐらいの軽さってことね。そう。なんか軽い方が、こうね、お願い事は通りやすいから、多分それなんじゃないかと、きっと。思うんだけど。そうかもね。そう。執着が少ない方がいいからね。うんうん、執着少ない方がね。うん、だから、なんか本当に、お願いすることをするときは、軽い方がいいって言ってなかった前、うん。言ってた言ってた。うんうん。なんだろう。宇宙とのね、うん、パイプのね、はいはい。詰まりがね、少ない方が届きやすいのよ。うん、宇宙。詰まりって何？詰まりは、その、うん、重い周波数とか周波数、観念とか、常識とか、うん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 、ブロックとか、そういうものが少ない方が隙間があるから、うんうん、届きやすいよね。へー、あとは、なんか、今にいるっていうことでも、ちょっとパイプが開く。うんうんうん、あ、そうなんだね。うん、そっかそっか。それはね、うん、表すと軽さ。軽いっていうことになるわけね。うん、言ってるけどね。そうそう。確かにね。うん、私、この間ね、
すごい軽いので、わかりやすかったのが、うん、デパ地下に行ったんだよね。うん、うん。で、デパ地下に行った時に、もう時間なかったから、お菓子とかね、買いたかったんだけど、あー、なんか買えないって思いながら、あ、こんな時こそ言おうと思って、リュウさんに、うん、リュウさん、誰か焼き菓子私にくださいって言って、って思いながら、こう、デパ地下を去ったわけ。うんでね、その、去った後に、次の次の日にお友達がお家に来てくれたんだけど、まあ美味しい焼き菓子をね、持って遊びに来てくれたの。すごいね。すごいよね。すごいね。そう、すごいなと思って、感動しちゃった。リュウさんってそんな、さ、うん、そんなパシリ的なこともやってくれるんだね。パシリ的でも、なんかその、今って風の時代だから、すごくね、なんかこう、早い、みんな言ってる。うんうん、それは感じるね、うん、確かにね。そう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 、早くなってきてるね。早くなってきた気がするね、うん、なんか早くなってきたって思ってると早くなるしね、うん、あ、それか、うん、じゃあ早く300枚ください。早くね、うん、そう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 、したらすぐ来るかもしれない、ね、そうしたらすぐ来るかもしれない、うん、なんか楽しいね。楽しいでしょ。 ねそう、遊びみたいでしょ。遊び感覚で全部やるのが大事だよね、うん、そうそうそう、だから、うん、ぜひね、遊び感覚でやってみてください。ぜひね、もらえたよっていう人は、あ、そうだ ね連絡ください。欲しいね。そうそう、欲しい欲しい。なんかもらえたんだって人がいっぱい出てくると、うん、じゃあ自分ももらえるんじゃないってこう思うもんね。信じる気持ちがね、ね、それが大事、うん、はい、というわけで、うん、100万円を引き寄せる方法でございました。ございました。参考になったら嬉しいです。よかったらね、コメント欄と、あと、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方、お願いします。お願いします。ここね。